最近そのブロックチェーンとか Web3.0 とかをあの間違った理解をしているにもかかわらずその間違った理論を振り回す頭のおかしな人っていうのが結構いるんですよね。なんかあのブロックチェーンで OS ができるとかなんか Web3.0 は OS なんですとか言い出しちゃうっていう <laughs>。あのいや、どうやってあのじゃあお前コード書いてみるよわかりませんみたいな終わり方になっちゃうんですけどなんかどうやらその Web3.0 がなんぞやっていうのをちゃんと理解できてない人ブロックチェーンがどんなものかっていうのをちゃんと理解できてない人っていうのがその例えばイーサリウムというブロックチェーン上に そのアプリケーションで作られたデータを組み込むっていうスマートコントラクトという仕組みがあるんですよなのでいろいろなアプリケーションで作られたデータをブロックチェーン上に載せることができる結果としてデータベースのように動きますよ ここまで、はあの普通の説明なんですよでそれを誤解しちゃった人がデータベースのように動くクラウドのようなものだから、クラウドということはそこにあのまあクラウドってその、えー、と Amazon の AWS とか Google のクラウドとかってその上に Linux とか FreeBSD とか Windows とか OS 載せられるからブロックチェーンもデータベースのようにデータが載せられるんだったらそれは OS が載せられるんじゃないかみたいなあの勝手な誤解をしてそれを勝手にこう言いふらしている頭の弱い人っていうのがいるんですよ。なので多分今のこの NR さんみたいなそのブロックチェーンやブロックチェーンや Web3.0 がはやったとしたら、それはそのブロックチェーン上でサービスが運営されるから、Google とか Amazon とかいらなくなるんじゃないか、そこが勝てないんじゃないかみたいな勝手な誤解をしていると思うんですけど、あのブロックチェーンはそういうものではありませんで、別にブロックチェーンが便利だなと思ったら、Google はそれを使うだけでさ。別にその新しい技術が出たら、Google も Facebook も Amazon も Microsoft もその技術を使うかもしれないし、使わないかもしれないっていう選択肢が増えるだけで、別になんかグーそのブロックチェーンが流行ったから、Google はブロックチェーンが使えないからだめになるんだということはありません、はい。